かまいたちの夜続きをやっていきます。では前回何やらひるみの動き行動言動がちょっとおかしい、ちょっと怪しいなっていうのと、女の子たちがなんかちょっと怪しいなっていうので、一旦それぞれの部屋に戻って寝たところで、誰も別にまだ殺されたりとかそういうことはなくで、浅之助はまあ眠れずにいたんですが、夜中にコンコンとノックがされて、でひるみかなっていう感じなんだけど、なんかこの感じね、肉感的なボディラインが浮かび上がったと。この人が部屋に入ってきたんだよ、コンコンつって。多分あれワイングラスかなんか持ってるよね。じゃあちょっとやってきます。ねえ飲みましょう。これひるみか、違うよね、誰。何かの瓶を片手に彼女はそう言った。僕はごくりと唾を飲み込んで部屋の明かりをつけた。どちらさんですか。ところでひるみではなかった、やっぱりそうだよね。誰。そのことに気づいた時にはもうすでに彼女は部屋の中へ入り込んでいた。渡瀬さん、かな子、かな子って呼んで。この人食いしん坊だよね。食いしん坊のはずだけど、食いしん坊にしてはすごいあれじゃない、ナイスバディですね。そんな感じ。耳元でささやいた彼女の体からは、爽やかなシャンプーと石鹸の香りがした。何、誘惑されちゃう、誘惑って どうして。僕はどうしようもなく混乱していた。寝起きだしな、こっちは。座ってもいい。彼女は答えを待たずに僕がさっきまで寝ていたベッドに腰掛けた。どこで手に入れたのか、手に持っていたのはワインの瓶だった。もう一方の手には用意周到にもワイングラスが2つ。差し出されたグラスを仕方なく受け取る。なみなみと継がれる赤ワイン。素敵な出会いに。触れ合うグラスが艶っぽい音を立てる。素敵な出会い。それは僕と彼女のことを言っているのだろうか。違う可能性あるのか。さあって言われた。さあって言われてすげえ近づいてきた。なに。彼女は瓶を床に置くと僕の腕を引っ張って隣に座らせた。ふと見ると深く切れ込んだ襟元から胸の谷間が見えている。僕はちょっと誘惑してきたんですけど、ちょっとひるみは寝てます、ひるみは熟睡してます、ちゃんとノンレム睡眠レム睡眠をちゃんと繰り返して寝てます。もっとよく見えるように顔を近づけた。目をそらしながらワインをぐいっと飲み干した。いや飲み干さない方がいいんじゃない、これワインなんか入ってるよこれ。目をそらしながら、もっともうこっちから行ってやれ、こっちからガンガン行こう。もっとよく見えるように顔を近づけた。ブラジャーをしていないようだった。していない、それはちょっと話が早いですね。じゃあもうそうなってきたんだったら。するとこの服の上から見える2つの突起は、ちょやめ、ごくり、あ、もうダメかな、これはもうひるみとかそういう言ってる場合じゃないやつ。僕は唾を飲み込んだ。しまった、音が聞こえたかもしれない。もっと見たい。別にエリカか、沢尻エリカか、お前は。目をそらしながらワインをぐいっと飲み干した。結局飲むんかい。飲んじゃったら大丈夫、それなんか睡眠薬とか入ってない、強いのね。彼女は耳元に息を吹きかけるようにささやく。これはまさか僕を誘惑しようとしてるんじゃん。いやそうだったろう、そう見せかけといて絶対罠だからね、絶対罠だから。でもまあ罠だとしてもそれはそれか。あのひるみってこのこと好きなの、突然そんなことを聞く。いやあんなのどうでもいいんだよ、君の方がずっと素敵さ。でもこうなっちゃってんだったらなんかって言ったらさ、ちょっとなんか場がしらけちゃうよね。空気の流れに沿うんだったら、いやあれだよ、本当は あのひるみのこと大好きなんだけど、でもこの相手の人に失礼じゃん、こういう感じで来たんだったら。だからこうだよね。いやあんなのどうでもいいんだよ、君の方がずっと素敵さ。
心にもない言葉だったが口にしめると本当にそう思えてきた。思えてきちゃダメだけどね、思えてきちゃダメなんだけど、本当に本当お世辞でも嬉しいわね。え、今夜は一緒に飲みましょう。あ、楽しみましょう。いいでしょ。楽しむって、うん、楽しむって何ですか。もうとぼけちゃって決まってるじゃない。彼女は肘で僕の脇腹をついた。改めて彼女を見つめていると、ひるみなんか比べ物にならないほど魅力的だということに気がつい、あ、気がついちゃった。気がつかなくてよかったんだけどな。まあでも気がついちゃうんだったらね、もうそれはもう楽しむしかないよね。彼女はそっと僕の手を取ると自分の膝の上に乗せた。浅之助さん、気持ちよくさせてあげる。彼女の声は天井の音楽のように響き、それだけでもう僕は気が遠くなってしまいそうだった。え、あー、押しました。僕は空のグラスを床に放り出し、かなこちゃんをベッドに押し倒しましたよ。あー、押し倒して、この映像がちょっと乱れています。空を飛んでいってしまいました。青く澄んだ空を僕とひるみは見つめ合いながら空を、ひるみじゃないよ、それかなこだよね。いや、ひるみじゃない、かなこちゃんだ。やっぱりひるみかな。え、どういうこと。ひるみかもしれないのこれ。どっちでもいい。あー、もう空を飛んじゃった。しっかりして浅之助、しっかりして。やっぱりひるみの声だ。ひるみ素敵だよ。バカ、何言ってんの。バシッと音が鳴って頬に痛みが走った。え、何、どういうこと。どうなったの。うっすらと目を開けるとひるみが上から覗き込んでいるのがぼんやりと見えた。え、何今のは。え、ちょっと待って、今の夢落ちなのか、ワインを飲まされてなんか睡眠薬かなんかでそう眠らされて夢を見たったのか、何、どういうこと。かなこは入ってきたの部屋に。あれ、いつの間に眠り込んでいたんだろう。起きて、お願いだから早く。その声にただならぬものを感じ、僕はありったけの意志を動員して目をこじ開けた。ひるみが真っ青な顔をしてベッドの脇に立っていた。僕は少しずつ何があったのか思い出し始めていた。はっとして身を起こして部屋を見回し、信じられないものを見つけた。何？ゴム？使い古したゴム？あ、このゴムは輪ゴムのことですよ、皆さん。え、かなこちゃん？は？な、ちょっと待って、俺何もしてない。僕何もしてないですよ。空に飛んでっただけだから。え、かなこちゃん？彼女は壁にもたれて座っているみたいに見えたが、その喉にはもう一つの口がぱっくりと開いていた。喉を真一文字に切り裂かれて、胸を真っ赤な血で濡らしているのだ。え？あわわわわ、そりゃあわわだわ。僕は息を飲んでパクパクと口を動かした。何かを言おうとしたが、ただ空気を吸おうとしたのか自分でもわからなかった。死んでる。静かにして。イルミは指を僕の口に当てた。だって彼女、浅田之助がやったんじゃないのね。僕はびっくりした。僕がそんなことするわけないだろう。でも空に一緒に飛んでったのはあれは現実ですか、非現実ですか。じゃあなんで彼女がここにいるの。彼女は責めるような視線で僕を、詰めもんする、まあ、詰め寄って質問をしてきたってことですよ皆さん。これはね、僕は何も、彼女が突然やってきて一緒に飲もうって思い出すにつれ声が小さくなる。色仕掛けってわけね。妙なことを言う。あ、やっぱあの3人の OL 怪しかったのは何かあるな。で、あれだな、浅之助がキーパーソンか。なんか浅之助、なんだ色仕掛け、どういう意味だよ。彼女は僕の質問には答えず死体に歩み寄った。僕もひるみの後ろから死体を覗き込んだ。なんでひるみはそんな死体に対しての交代があるんだい。なんでそんな大丈夫なの。キャーとかなんでなんないの。なんなのひるみ。その顔は恐怖と驚きに広く歪んでいて、生前の面影は全くない。
僕は吐き気をこらえながら目を背けた。ひるみが冷静に死体の服や傷口を観察しているのが信じられない。ちょっとやっぱひるみが なんだろうな、ひるみなんだ、どういうあれだか、立場、身分だ、身分なんだそれと、死体の垂れ下がった腕のあたりの床に血文字のようなものがあるのに気がついた。ひるみ、これははっきりとある言葉になっていた。何かまいたち。彼女が喉を切り裂かれ死の間際に自分の血で書いたメッセージに違いない。いや、わかんないよこれ。かまいたちのせいにしようとして真犯人がかなこの血でただ書いただけの可能性もあるよ。いわゆるダイイングメッセージというやつだ。しかしそれがかまいたちとは一体どういう意味だ。あの手紙の予言通り、かまいたち現象が発生し、そのせいで彼女は喉を切り裂かれたということなのだろうか。そんなことって。ひるみは僕の心を読んだかのように驚きの声を上げた。そうだよな、いくらなんでもかまいたちで人間の喉が切られたりしないよな。もしそんなことがあるんだとしたら、僕だってやられていたかもしれない。そうだよね、浅之助がなぜ無事だったかだよね。そう思うとゾッとする。しかしひるみはいぶかしげな顔で僕を見つめている。僕の言っている意味がわからないのだろうか。いや違うよ、違うことでいぶかしげなんだよ。何言ってるの、誰かがやったに決まってるでしょ。これは殺人よ。それはわかってるさ、わかってるよ。でもかまいたちって。これは気にしなくていいわ、関係ないわよ。関係あるな。なあひるみ、何か隠してんな。ひるみはあっさりと片付けてしまう。関係ないって、だってあの手紙にも。そんなことは今問題じゃないでしょ。誰かが、このペンションにいる誰かが彼女を殺したのよ。ひるみはイライラと僕の言葉を遮る。そりゃあそうだけど。おじさんに知らせなくちゃ。ひるみは立ち上がった。浅之助はここにいて、誰も入れちゃダメよ。やだやだやだ、そんな殺された人と二人というか一緒の部屋にいるのやだね、やだ、妙だ。ひるみはこういった事態に慣れているのだろうか。だいぶ慣れてるね、だいぶ慣れていらっしゃるこのひるみさん。しかしそういった彼女の態度を不審に思いながらも、僕はただうなずくしかなかった。まあこっちは慣れてませんからね、こういう状況に。ひるみはそっとドアを開けた。廊下の様子を伺い静かに出ていった。もう大丈夫か。待つこと5分。なんか音する。あ、違うか。ひるみと戻ってきた小林さんは初めて見るような厳しい顔をしていた。彼は黙って部屋に入ってくると、しばらく死体を見下ろしていた。僕が言いかけると、小林さんは唇に人差し指を当てる。口を聞くなということのようだ。なんで。ちょっと小林さんも慣れてんの、こういう状況。なんなのみんな、ちょっとみんな。彼はもう一度部屋を見回すと、突然犬みたいに這いつくばり、ベッドの下やサイドテーブルの下を覗き込み始めた。あ、もしかして死ってこと、死って口を聞くなって言ったってことは盗聴器を探してるってこと。やがてベッドの下に手を伸ばす。立ち上がった彼の指先には小さなゴキブリのような黒い物体があった。やめて、何、虫を確保してんのこんな時に。なんでこんな時に急に害虫を退治してんの。彼は窓に近寄ると、さっと窓を開けて、その物体を放り投げ、素早くな窓を閉めた。ありがとう、退治してくれて。もし G がいたら眠れないから、いるってだけですげえ嫌い、あいつマジで。まあ好きな人いないと思うけど、めっちゃ嫌い。今のは一体。そう言いかけて僕は口を閉じた。でも多分これは G じゃなくて、多分盗聴器だったってことだよね。小林さんがまだ何かを探している様子だったからだ。なんで盗聴器仕掛けられてんの。彼は床に置いてあったワインの瓶を見つけ、取り上げてクンクンと匂いを嗅ぐ。やっぱりあれ、睡眠薬かなんか入ってた。落ちていたワイングラスを拾って少し注ぎ、揺らしながらまた匂いを嗅ぎ、ほんの少し舐めた。何、飲みたかったん、ワイン。あ、睡眠、やっぱり睡眠薬入ってたの。
ひるみが小さい声で尋ねた。いや、多分、自白剤の一種だろう。何かさ、分かった、分かってないけど、浅之助が何か秘密を握ってるって勘違いしたかな子が酒を飲ませて何かを聞き出そうとしたってこと？浅之助から自白剤？僕は、ま、今日すっきょんとなすっきょうととすっとんきょうな声を上げた。どこかでその存在は聞いたことがある。拷問や何かの代わりにそういった注射を打ち重要な情報を聞き出す。しかしなぜ僕がそんなものを飲まされなければならないのか。多分分かった。ちょっともう一回分かってないけど、浅之助が重要人物っていうことじゃなくて、ひるみが重要人物で、ひるみの情報を浅之助から聞き出そうとしたんだ、かな子は。きっと多分狙われてんのはひるみだ。多分大きな声を出さないで。それでおじさん、彼女は何者なのかしら。さあなあ。小林さんはそう言ってワインのラベルを確かめる。ブルゴーニュさんの極上品、それも当たり年のものだ。間違いなく SDECE の連中だろうな。何これ、セデス？痛くなったらすぐセデスのセデス。何その連中、その連中何の連中ねえ。他の連中ならこんなところでこだわったりはしないはずだ。何ですって SDE？ 僕が聞き返すと、ひるみは常識でしょとでも言いたげな口調でこう言った。フランス情報部のこと。フランスの情報部が来てんの？何なんだ、どうした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 、ひるみもどうした、おじさんも。ちょっとフランス情報部、驚いて大声を上げてしまった。し、ひるみと小林さんが同時に唇に指を当てる。さっきの虫は？ひるみが小林さんに尋ねる。どこの連中だって日本製を使うに決まってるじゃないか。それにあの盗聴器を仕掛けたのが彼女なのか、彼女を殺したやつなのかもわからない。やっぱ盗聴器だったのか。僕はごくりと唾を飲み込んでからささやくように言った。一体何の冗談です？フランス情報部だとか盗聴器だとか。しかしそう言いながらも、ひるみは小林さんの表情を見て、これが冗談なんかでないことは僕にも分かっていた。小林さんはしばらく僕とひるみを見比べていたが、やがて心を決めたように話し出した。こうなってしまった以上、君にも教えておいた方がいいだろう。うん、言って。多分ひるみはそのことは知ってんだね。言っといてください。ちょっと。ひるみは不服そうな表情だったが、諦めたように肩をすくめた。しょうがないでしょうね。まさかひるみもどこかのスパイだなんて冗談は言わないでしょうね。僕は引きつった笑いを浮かべながら言った。スパイという言い方は当てはまらないわよ。当てはまらないよ。我々は日本国内における他国の諜報活動を監視するのを主な任務としている。なんだよ、その主な任務としているわ。ペンション経営者と女子大生じゃないの？何？他の情報活動を監視する、それを主な任務としているのか。君は知っているがね、この国がスパイ天国と言われていることを。スパイ天国？お魚天国しか知らないわ。そうだよ。君たちはスパイだの情報組織だのというものはどこか遠くの国の話か映画の中のフィクションだと思っているかもしれない。自分たちとは無縁のね。しかしそれは大きな間違いなんだ。というのも、この日本にはスパイ活動を制限する法律やシステムが全くと言っていいくらい存在しない。だから彼らにとっては世界中で日本ほど活動しやすい場所はないわけなんだ。なるほど、なるほどじゃねえわ。それでスパイ天国か。だからスパイをしたところでさ、何なん？何をスパイしたかったの？こんなところで、浅之助の部屋で。誰か他に重要人物が泊まってるってこと？輸出規制されたコンピューターやハードウェアやソフトをこっそり海外へ持ち出して売る連中。それに産業スパイのようなものまで含めれば、日本中スパイがうようよいると言っても過言ではない状況だ。決して他人事ではないんだよ。でも
でも僕はただの大学生ですよ。うん、そうなんだ。彼女はそうは思わなかったようだ。小林さんはそう言って死体を視線で示した。そうは思わなかったって、じゃあ一体何だと思ったんです？小林さんはすぐには答えなかった。もう一度尋ねようとして口を開いたとき、小林さんは言った。かまいたちかもしれない。そう考えたんだろう。何、またかまいたちっていうのは、いわゆるかまいたちのあの現象ではなくってこと？僕はその言葉の意味がすぐにはつかめなくてしばらく混乱していた。ちょっと待ってください。かまいたち？かまいたちってのはじゃあ、答えたのはひるみだった。あ、そういうまた組織があるってこと？教えて、ひるみちゃん。あー、出た。ザ・スパイみたいな映画出ましたね。ザ・スパイみたいな映画ね。そう、妖怪でも自然現象でもないの。10年ほど前に少しずつその存在をささやかれるようになった伝説的な東側のスパイの暗号名よ。東側のスパイって言ったって、だってもうソ連は存在しないし、だから問題なのよ。わからない人ね、とでも言いたげな様子だ。ソ連を含めて東側の勢力がほとんど崩壊した今、かまいたちは雇い主を失った形になったわけ。彼、あるいは彼女には一体どんな道があるのかしら。僕は少し考えて適当に答えた。新しい雇い主を探す。転職する。告白手記でも書く。それは新しい雇い主を探すってことでしょ。でも転職した方が手っ取り早いけどね。うん、転職する？スパイが今更何になれるっていうの？違うわよ、新しい雇い主を探すの。そう分かってたけど違うんだよ、ひるみ。それ分かってたけどね、転職した方が手っ取り早いかなっていう、ちょっとそのね、そういうことを思っただけじゃない。そんな怒らなくてもいいじゃない。新しい雇い主、僕にはまだよく分からなかった。いい？あ、なんかスパイの格好が変わったな。あんなマントはしてないだろ、スパイは。どういうイメージだよ、スパイのイメージが。いい？長い間東側のために働いてきたかまいたちは、米ソの緊張が緩んだ今でさえ重要な情報を数多く持っているはずなの。中には自衛隊や在日米軍に関する重要機密も含まれるでしょう。そういった情報を手に入れるためならどんな大金でも積むという国はたくさんあるわ。そして逆に言うと、そういった情報をどこかの国に奪われることは日本にも、またアメリカにとっても大きな打撃になる。できることならかまいたちをこちらの味方にしたい。それができなくても別の誰かが手に情報を渡すことだけは阻止しなくてはならないのよ。すげえ話になってきちゃったんだけど、広く現実までねした話だった。ごく普通の可愛い女子大生だったはずのひるみ、その彼女の口から出てきたとは思えないような話だった。ねえ、ここに来たのってさ、ねえデートで来たんじゃなかったのね、ひるみ。ねえ、全然話が違うじゃん。しかしそれを言うなら、目の前の あの死体にしたって僕のこれまでの日常から完全にかけ離れている。僕はひるみの言葉を信じるしかなかった。しかし、いくつもの疑問がまだ残っていた。疑問しかないわ、まだ。そのかまいたちが僕じゃないかと思われたってことなのか？一体どうして？こんな山の中にスパイなんかがいるはずないじゃないか。ひるみは小林さんをちらりと伺った。今度は小林さんが話し始めた。いや、実は今晩ここにかまいたちが現れるというのはどうやら確からしいんだ。君も見ただろ、あの OL たちが持ってきた手紙を。僕は思い出した。今夜かまいたちが現れる。分かってみればその通りの意味の文面だったわけだ。でもこんなかまいたちがさはさ、現れることを知らせたくないわけだから、これは本当に誰がこの紙を書いたんだ。我々もまた独自にかまいたちが近々このペンションでどこかの国の情報部と接触するという情報を掴んでいたんだ。幸い時間の余裕があったから、我々はオーナーの協力を取り、こうして罠を張ることにしたわけだ。あ、何？オーナー別にいるの？別にいて小林さんはそういうこと、本当のオーナーじゃなかったんだ。じゃあ小林さんはここのオーナーじゃ。
当たり前でしょ。本当のオーナーは今頃海外旅行を楽しんでるはずよ。あ、海外行ってきてくださいって言ってここにずっといたんだ小林さんたちは。え、でなんでひるみは浅之助を連れてここに来たの？ひるみのおじさんってのも嘘だったのか。あ、それも嘘？おじさんっていうのも嘘？僕は遅まきながら自分が騙されていたことに気づいて腹を立て始めていた。ひるみはそんな僕の気持ちには一向に気づかない様子で答えた。まあね、でも遠い親戚だからまるっきり嘘ってわけではないのよ。あ、そうなの？一体なんで僕をこんなところへ誘ったりしたんだ。うん、それな。なんで？少しでも好意を持ってくれているなんて思ったのは僕の錯覚だったんだろうか。それショックなんだけど。こっちはそのつもり 100% そのつもりしかなくここに来てるんだけど。さすがにひるみは答えにくかったのか小林さんが言った。カムフラージュのためだよ。若いアベックの客なら警戒されにくいからね。もちろん若い男の部員もいないわけではなかったんだが、熟練したプロの目を欺くには本当に何も知らない普通の学生を使うのが一番だと結論したんだ。僕はただカモフラージュのためだけにスキーに誘われた。わあ、ショックだわ。もうそれが一番ショックだわ。もうこれでもショック、本当にショックだよね。ひるみ、そういうことしていいと思ってる人の気持ちをそうやってさ、悲しむべきなのか、それとも腹を立てるべきなのだろうか。あの二人も仲間なのかしら。ひるみは残った OL 二人のことを言っているようだ。そう考えた方がいいだろうな。警察に連絡しなくていいんですか？殺人事件なんですよ。かまいたちを捕まえるのが先決だ。今警察が来たら奴は絶対正体を現さないだろう。でも殺人犯人はかまいたちなんかじゃないですか？かまいたちなんじゃないですか？きちんと捜査すれば捕まえられるかもしれませんよ。いや、かまいたちが犯人とは限らない。あのダイイングメッセージは犯人がわざと残したのかもしれないからね。うん、多分そうだと思うわ。さすがに。なんで犯人がそんなことをする必要があります？あの手紙と同じだよ。だからかまいたちのせいにしたいだけなんだよね、多分ね、真犯人はね。だから別のスパイ？なんだな。かまいたちを炙り出すためだ。僕にはよくわからなかった。ひるみが説明してくれた。あの手紙は多分あの女の子たちが書いたのよ。あー、自作自演か。みんなに見せて回ってその反応を確かめるためにね。それで、そっか、反応したやつがかまいたちってことか。はあ、ははあ、でもだとしたらさ、ちょっとひるみが反応してたやん。あ、でもそっか、ひるみはそういう、その、そっか、うまく説明できないけど諜報員なんだもんね。私はそれに反応してしまった。うん、したね。だから私と一緒にいた浅之助も仲間だと思って接近してきたんでしょう。何者か確かめるために。そういうことだったのか。僕はようやく納得した。うん、こっちもようやく納得した。とりあえず死体を隠そう。小林さんは当然のことのように言うと、ひるみはうなずいた。隠すの？小林さんが使っていないベッドのシーツを剥がすと死体の隣に敷いた。何ぼーっとしてるんだ。死体をここへ転がしてくれ。彼はイラついたように言った。僕がですか？決まってるじゃないか。ひるみは動こうともしない。仕方なく僕は死体に近寄り、小林さんと一緒にシーツの上に転がした。真っ白だったシーツに見る間に赤いシミが広がっていく。さあ、バスルームに運ぼう。死体をシーツでくるむと、僕が足の方、小林さんが頭の方を持って二人でバスルームへ隠す。死体だけ隠したって床は血まみれですよ。僕は震える声で言った。わかってる。小林さんは答え、バスタオルを持ち出して床を拭き始める。しかし完全にはきれいにならないと思っていると、小林さんはざっと血を吸い取った後、ワインをそこら中にぶちまけた。むせ返るようなワインの匂いに、血の匂いはだいぶ紛れたようだ。ちょっと待って、僕この家にいるの嫌だよ。ねえ、部屋変えてくれるでしょ。それはさすがに。しばらくはこれでもごまかせるだろう。朝まで誰も入れるんじゃないぞ。小林さんは僕をじろいと睨んで出て行こうとした。ちょっとやめて。無理、この部屋で寝るとかそんなの無理。だって死体と一緒に一晩とかそんなの無理だから。こっちは一般人だから。
ねパンピーだからさ、こっちはさ、ちょっとやめて、ちょっと待って待って待って、マジで待って、ちょっと待ってください、ちょっとほんまじで待って、ほんと本気で待って、このままこのままここで寝ろって言うんですか、あれと一緒に。僕はちらりとバスルームの扉を見ながら言った。仕方ないだろう、何もなかったふりをするんだ、もし彼女の仲間が探しに来ても知らぬ、存ぜずと押し通すんだ。僕は死体のある部屋でなんか眠れないと抗議しかけたが、小林さんは耳を貸さず、そっと部屋を出て行った。やめて、ちょっと、じゃあ昼見は行ってよ、せめて。もういいから、別に自分のこと好きとかそういうことじゃなく、もう利用したってでもいいから、一緒に行って、マジ、本当に、本当に無理。僕はかすかな希望を抱いて、残った昼見を見つめる。昼見はすまなそうに微笑んだ。いや、微笑むんだったら、ごめんねじゃない、一晩だけ我慢してちょうだい、じゃあおやすみ。いや行くなって、マジ行くなって、ちょ待って、無情にも彼女も出て行ってしまいましたね。違って、無理、ほんとマジ無理だから、こんな部屋で。僕と死体と二人きり取り残されてしまった。バスルームの中で直接見えないとはいえ、まだ血痕も残る殺人現場で眠れるわけがない。僕は徹夜の覚悟を決め、何か気を紛らわす方法はないかと考えた。そして、ベッドに入って目を閉じ、羊の数を数えることにした。部屋に雑誌が置いてあったので、それを隅から隅まで読むことにした。暇があったら読もうと持ってきていた文庫本を取り出した。雑誌を隅から隅まで読んだらなんか情報があるんじゃない？羊の数は絶対数えたら余計眠れなくなるから、これにしよう、雑誌にしよう。部屋に雑誌が置いてあったので、それを隅から隅まで読むことにした。これなんか情報があったりするんじゃない、この中に。死体が気になって一向に頭に入ってこない。しかしそうやって悪戦苦闘しているうちに、少しずつ朝が近づいてきた。6時前になった時点でついに我慢できなくなり、僕は下へ降りることにした。いや出るなって言われたのに、出るのはまずかったんじゃないですか、これ部屋入られちゃうんじゃない、その鍵閉めていけよ。あ、もう誰かいる。吹雪は依然として収まる気配はなく、明かりの消された談話室はひどく薄暗い。食堂から出てきたみどりさんがギクッとしたように立ち止まった。あー、びっくりした、早いのね。あ、おはようございます。おはよう、やっぱり眠れなかったのね。やっぱり、ちょっとみどりさんも、あ、そっか、ここの従業員だから同じか、ひるみたちと同じ組織の人か。みどりさんもとしおも京子さんも奥さんもね、みんなそういうことか。やっぱりとは一体どういうことだろうと考えていると、彼女は近寄ってきて耳元でささやいた。心配しないで、ボスから聞いてるわ。あ、ボスは多分小林さんか。やっぱりね、この人も仲間か。ここの従業員はそうだよね、みんな仲間ってことは。変なことに巻き込まれちゃったわね。そして安心させるように微笑む。そうか、オーナーを説得して入れ替わったというからには敏夫さんやみどりさんも当然小林さんの部下なのだ。僕は少し心強くなった。そうだね、今回そうか。だから仲間か。仲間は多いな、今回は。眠気覚ましにコーヒーでも飲む？朝食までまだ時間があるけど、ありがたく調剤することにした。ちょっと部屋大丈夫？空き部屋にしといて。明かりをつけてもらい、談話室に腰を下ろして、熱いコーヒーを一口飲むと、体中にできたしこりが溶けていくようだった。なんか俺朝早朝にコーヒーを飲んでる時の音楽じゃなくない？これね、音響さんちょっと違くない？緊張と睡眠不足で自分でも気づかないうちに疲れていたようだ。食堂の中からは朝食の用意らしき音が伝わってくるし、6時半には昼見も降りてきた。おはよう、寝れた？眠れるわけねえじゃん。ねえ、なんで一人にしたんだよ、あの部屋に。まるで何もなかったみたいに彼女はにっこり笑って話しかける。眠れるわけないじゃないかと怒りかけたが、後ろから OL2 人も降りてきたのを見てやめた。おー、降りてきましたか。
かのこのこと絶対聞くだろう。まあね。OL たちに僕やひるみを気にしている様子は特になかった。彼女たちも僕と同様、カムフラージュのために誘われた本物のただの OL なのかもしれない。ああ、そういうこともあるか。彼の子だけがその諜報員であって、この二人はカムフラージュのためにってことか。はいはい。でもわかんないよね。ひるみが僕の隣に座ると、メガネをかけた川村あきちゃんが心配そうな顔で尋ねてきた。あの失礼ですけど、私たちと一緒だった髪の長い子、どこかで見かけませんでした？朝起きたら見当たらなくって。僕の部屋に来たのを知っていて反応を試しているのだろうか。友達を心配しているごく普通の OL のようにしか見えないが、これも演技なのだろうか。真実はわからないが、僕も一生懸命の演技をした。いいえ、知りませんよ。ゆうべなら会いましたけどね。いや、これは知らぬ存ぜぬを起こさなきゃいけないね。いえ、知りませんよ。全然知りませんよ。誰ですか、それ。そもそもいましたっけ、そんな人。僕がそう言ってひるみの方を見ると、彼女も首を振ってみせる。彼女たちは別段追求する様子もなく、頭を下げると朝食の用意の始まった食堂へ入っていった。中でみどりさんに何か話しかけているようだが、声が小さくて聞き取れない。僕はひるみを見て口を開かず、あれでよかった？という意味の視線を向けた。彼女も無言のままうなずく。次に降りてきたのは加山夫妻だった。彼らのどちらかがかまいたちだということはあるのだろうか。そしてその後ろから三木本という大きな男の人が降りてくる。服装は昨夜のままだ。加山夫妻のどちらかよりはこっちの方がかまいたちらしい気もする。おはようございます。あ、おはよう。ひげ面ににこやかな笑みを浮かべて陽気な挨拶を繰り返している。がこれも全て仮面なのかもしれない。そうだ、ここの従業員以外、従業員と浅之助以外はかまいたちの可能性があるんだもんね。あ、まあ OL2 人もう分かんないか。まあ身内ってことはないよな。 OL2 人もその可能性はない。かまいたちっていう可能性はない。3人はソファーに腰をかけ朝食の用意を待った。この時計は5分進んでんだよね。ずっとそれはね、一緒なんだよね、初期から。朝食のご用意ができました。鳩時計の声とともに京子さんがやってきた。そうか、彼女も本当の奥さんではないのかもしれないのだ。まあそうだろうね。僕たちは昨夜と同じテーブルに着いた。あ、いるね。少し遅れて田中という人もやってきた。田中さん生きてるね。また同じ格好かい。相変わらずサングラスで目を隠している。でももしかまいたちだとしたら、この人がね、こんないかにも僕怪しいですみたいな格好はしないと思うんだよね。だからこの人もかまいたちを追ってきた人だと思うんだよね。なんか一番怪しい人なのは確かだ。しかしあの渡瀬加奈子がスパイだったのだ。ということは本当のスパイならもっと怪しくないふりをしそうなものだが。うん、それほんとそれな。あんまりジロジロ見ないの。ひるみがほとんど唇を動かさずに喋った。すげえな、腹話術習ってんかお前は。怪しまれるからということなのだろう。僕はおとなしく朝食に専念することにした。焼きたてのロールパンやフランスパン、カリカリに焼いた分厚いベーコンとスクランブルエッグ。オーソドックスだが美味しい朝食だった。一番ね、オーソドックスが一番いいの。あのね、いいの、そういうね、木をてらわない一番の、それが一番なんだかんだでね。誰が作ったのか知らないが、スパイにしておくのはもったいないような気もする。料理のうまい人間を選んだのだろうか。こうして朝食を食べていると、夕べのことが夢のように思えてくる。本当に小林さんはただのペンションのオーナーではないのか。ひるみは、そう、この目の前にいる彼女はただの女子大生ではなかったのか。でも違うんだよな。
僕は OL 二人が心配げな顔をして座っているテーブルに目をやった。彼女たちは渡瀬かの子の仲間だろうか。どちらか一人、それとも両方。僕の頭の中は数えきれないほどの疑いと不安でいっぱいだった。疑い始めるとごく普通の食事風景も腹の探り合いをしているようにも見えてしまう。そうだよね、誰かわかんないんだもんね。最初に食べを終えて立ち上がったのは遅れてきた田中だった。さっさと食堂を出るとスタスタと2階へ向かう。これ何のためにここに来たん？絶対スキーじゃないじゃん。だとしたらだよね。2階へ行って、私先に戻ってるからそのスキーはゆっくり食べててね。ひるみは何気ないふりで立ち上がった。え、どうしたのかと聞きそうになった僕に彼女はウィンクしてみせる。そして真剣な表情で視線を飛ばす。そうか、多分あの田中を追うつもりなのだ。そして僕にはここに残って他のみんなの様子を見ていろというのだ。わかりましたよ、見ておきますよ。残った中で一番怪しいのはやはり一人で来ている三木本という人だろうか。小林さんはかまいたちはこの10年ほどの間に有名になったと言っていた。つまり相当キャリアは長いということだ。それなら年齢からして加山という年配の男の方が怪しい。では春子さんは？もちろんかまいたちに奥さんがいたっておかしくはない。本当に愛し合っているにせよカムフラージュのための結婚だったとしてもだ。残った OL 2人はどうだろう。フランス情報部ではなかったとしてカムフラージュのために連れてきた普通の市民がまたまたかまいたちだったなどということくらいん？だったなどということはいくらなんでも考えにくい。そしてもちろんスタッフである敏夫さんやみどりさんも除外していいはずだ。やはり三木本、田中、加山夫妻、この中の一人がかまいたちに違いない。あーっていうことはこの人たち以外なのかな。これ引っ掛けでしょ。違うんかな、考えすぎかな。ここまで絞れるのなら何か確かめる手段があるのではないだろうか。ひるみはとりあえず田中に目をつけたようだが、三木本が立ち上がって食堂を出ていくのを見て僕はつい立ち上がっていた。もちろん素人の僕に何ができるなどと思ったわけではない。しかし人の部屋に勝手に入り込んで盗聴器を仕掛け殺人まで犯したようなやつに対し僕は腹を立てていたのだと思う。そう、そして多分こんなことに僕を巻き込んだひるみに対しても。ほらね。彼は2階へ向かうらしい。僕は自然なふりで後を追った。いや、ここにいた方が良くない？だって OL2 人だっているんでしょ。どうなのこれ、ついていっちゃうのって。部屋は同じ方向なのだから怪しむはずもない。少し距離を置いたまま階段を上がる。するってと？そして鍵を開けるのを手間取っているふりをしつつ横目で彼が部屋に入るところを見届ける。これからどうしよう。僕が戸惑いつつ廊下に立ち尽くしていると驚いたことに彼はすぐまたドアを開けて部屋から出てきた。うん。あ、なになになに、こうこうこう、こんなやめて、なんでも、なんですか。僕は一般、パンピーです。僕パンピー。僕、パンピー。そして廊下をこちらへ向かってやってくる。僕は仕方なくようやくドアが開いたというふりで中へ滑り込んだ。え、こっちへ来たのに逃げるように。え、何何何、やめて。今コントローラーがすげえ揺れた。ドアを閉めようとした瞬間ドアが強く押し開けられ男が僕に飛びかかってきた。何すんの。声を上げる暇もなく僕は床の上にうつ伏せに押し倒され両腕を背中でねじ上げられていた。声を立てるな。低く小さな声だったが心臓が縮め上がるほどドスの効いた声だった。でもこの人は多分かまいたちじゃなくてかまいたちを追ってる側の人だよね、多分ね。三木もっちゃんは多分そんな気がする。ほら、なんかそんな気がするんだけど。お前何者だ。三木もとはそう聞いた。あんたこそ何者だ。ただの大学生です。スパイなんかじゃないですよ。何者ってどういう意味ですか。あんたこそ何者だ。ただの学生です。スパイなんかじゃないですよ。これは白を切った方がいいよね。何者ってどういう意味ですかだよね。ただの学生でスパイなんかじゃないですよ。もうスパイですって言ってるもんね。もう言っちゃうか。そのことによってこいつの顔色が変わる可能性もあるよね。
ただの学生です。スパイなんかじゃないですよ。絶対スパイなんかじゃないですから。かまいたちをだが誰かどうかを 見極めたいだけじゃとかそういうのないですから。おーそうか、スパイじゃないのか、なら関係ないな。おー信じたなんでそのこと知ってるんだっていうことに対して何にも疑問に持たない。三木本はちょっとおバカちゃんの可能性がある。ええそうです、関係ないんですって信じられるわけね。ああ信じられなかった、信じてもらえてなかった。やっぱりスパイじゃないなんてわざわざ言うやつがどこにいるんだ。床に顔をグイグイと押し付けられた。本当です、本当にスパイじゃないんです。僕は間違われただけなんです。間違われた？誰に？どう間違われたんだ？鋭く質問が飛ぶ。フランス情報部の女にかまいたちだと思われたらしくて。僕は恐怖のあまりベラベラと喋った。ダメだろう、喋っちゃダメだろう、恐怖のあまり。ダメだよ喋っちゃ。それで彼女は、色仕掛けで僕に自白剤を飲ませたんですが、僕が気づいた時には彼女は喉を切られて死んでいて、でも小林さんたちは警察は呼んじゃいけないって。ああもう全部言っちゃった、全部言っちゃった全部言っちゃった。この人上に乗った三木本の体は重みを増してのしかかってきた。苦しいです、正直に話してるんだからどいてくださいよ。三木本さんではない声が聞こえてきた。ええ何、誰、田中さんじゃない、田中じゃない、田中が男のおしゃべりは嫌われるわよ。あ女だったわよって言ったから女だった。これ男のおしゃべりは嫌われるわよ。違うな、こんな感じじゃないな。首をねじ曲げるとひるみが立ってた。あひるみごめんなさい、全部言っちゃいました、ごめんなさいごめんなさい、それはごめんなさい。ひるみだらしないわね男のくせに。この体格差を見てよくそんなことが言えるものだ。それに僕は何の訓練も受けちゃいない。何か言いたそうね。何？別に何も。あっそう、じゃあ服を調べるから手伝って、お皿洗うの手伝ってとでも言うような調子でひるみは言う。あこれ三木本をちょっと調査するのか。二人で気を失っている三木本の体をひっくり返すと服のポケットを探る。一体どうやってやっつけたんだ。武器らしきものを手にしている様子もないひるみを見て僕は言った。首に、手刀を叩き込んでやっただけよ。急所さえ知っていれば、力入れなくたっていいの。何も持ってないわね。部屋に行きましょう。行きましょうって僕も。当たり前でしょ、女の子一人で心配じゃないの。全然心配じゃないよ。そりゃまあ全然心配じゃないけどね。全然心配じゃないよ。だって俺より強えもんひるみ。この三木本を手刀一発で気絶させておいて女の子じゃない、女の子はないんじゃないかと思った。ひるみは傷ついたような表情で僕を見た。だってさお前さ俺のこと利用したじゃん。俺はひるみとさちょっといい関係になれると思ってさ楽しみにここのさシュプールに来たんだよ、スキーしに。なのにさ利用したわけじゃん。だからさそんぐらい傷ついたような表情とかさでこっち見ないでください。ひどい、私のこと嫌いなのね。いや嫌いとかそういうんじゃなくて。ひるみの大きな瞳にみるみる涙が溜まり始めたので僕はなんでそこのすぐ泣けばいいと思って。でも涙泣かれたらちょっとそれはちょっと慌てちゃうわ。ごめんな。ごめんって泣かないで。わかったわかったよ、どこでも行くから。僕の言葉を聞くとひるみはさっと涙を拭いニコリともせず言った。わかればいいのよ。あー偽物の涙と見た。これは偽物の涙も流せるようになっちゃうのか、こういうスパイ業務をしているとね。かわいそうだわ、ある意味かわいそう。今泣いてたのは嘘泣きにまんまと騙されたようだった。うわ騙されたわ。さあこいつはと縛ってクローゼットに入れときましょう。はい、あもう犬になっちゃった。もう犬、もうひるみの犬となりました。浅之助は従うしかなかった。ひるみは手早く彼のベルトを外してそれで、足首を脱がせた上着で手を後ろ手に縛り上げる。バスルームから取ってきたタオルで猿ぐつわをかませると二人でクローゼットの中へ放り込んだ。
だんだんどうにでもなれという気持ちになってきた。やばい、ここにさ、もう人が2人いるんだよ。1人は死んでるし、1人はさ、捕らえられた人だしさ、すげえこの部屋嫌なんだけども、最悪じゃんこの部屋。やだよ、またこの晩ここで寝んの。2人で廊下へ出ると、人がいないのを確かめ、三木元の部屋の前に立つ。幸い鍵のかかっていなかったドアを開けて、ひるみは滑り込み、僕も急いでそれに続いた。これは三木元の部屋ってことだよね。部屋の隅に大きなスキー用のバッグが置いてあるのを見つけると、ひるみは素早く近づいてジッパーを開ける。機械らしきものをひるみがどけると、いくつかの機械が出てきた。ほうほうほう、中にはピストルのようなものも入ってる。何それ、何ピストルのようなものっていうのはピストルじゃないの？何バールのようなものみたいな感じで言ってんの？それピストルでしょ？無線機だわ。それにこっちは信号弾ね。かまいたちを発見したら、近くで待機している仲間が駆けつける手はずになっていたのね。やっぱかまいたちを狙っていたスパイなんだこいつは。はいはいはい、仲間？この吹雪の中でじっと待ってるのか？屋根のあるところを確保しているでしょうけどね。この近くにいるのは確かよ。一人でかまいたちを国外へ連れているわけないでしょ。当然本人が抵抗する場合もあるでしょうしね。ひるみは喋り続けながらも中を探る。パスポートを見つけたようだった。日本国発行の普通のパスポートだ。中を開くと、ミッキー高一とサインしてあるのが、写真は三木元のものに間違いなかった。ああ、三木元は本名じゃないんだ。はあはあはあ、三木高一なんだね本名は。ひるみは後ろのスタンプ欄を熱心に見る。ああ、どこを、国をまたいでいるかってことだね。あ、ロシアとかに行ってるかどうかみたいなことか。アメリカ、はいはいはい、アメリカが多いみたいね。ラングレーの連中かしら。ちょっとここまで、ちょっとマサル君もだんだんもうこの物語にもう何の不信感もなく実況をしている感じがになってきた。もうなんかラングレー、それが何を意味する地名か僕は思い出した。 CIA 本部が置かれている場所なのだ。やばい、 CIA まで出てきちゃった。フランスのなんだよ、諜報部のプラス CIA 出てきたよ。アメリカとなら手を組んでたっていいんじゃないのか。僕が素朴な疑問を発すると、ひるみは信じられないといった表情を見せた。何言ってるの？ソ連の脅威が消え去った今、アメリカにとって第一の敵は日本よ。んなわけあるか。日本は全然敵の手の字にもなってないわ、アメリカにとっては。さまざまな取引の材料にするためにも、お互いかまいたちを手に入れたがってるの。手を組むなんてとんでもない。なるほど、そういうものなのかもしれない。まあ、そんなものではないけども、まあ、この物語の中ではそういうもんなんだよな。三木元もまたかまいたちを追う側の人間だった。では残った田中と香山夫妻の中の一人がかまいたちなのだ。田中の様子は？僕は尋ねた。部屋でおとなしくしてるみたい。盗聴器は仕掛けてあるけど何も聞こえてこないわ。彼がかまいたちなのかな。一番怪しいのは確かね。かまいたちがやったんじゃないとしたら、彼女を殺したのは一体誰なんだろう。かまいたちを捕まえた後で調べてみればいいことよ。渡瀬加奈子も普通の市民でない以上、同情する必要なんかないのかもしれないが、ひどく冷たいような気がした。この任務が終わったらまた元のひるみに戻るのだろうか。それともあの明るかったひるみはただの演技に過ぎなかったのか。さあ早く出ましょう。ひるみはドアに耳をつけて廊下に人がいないのを確かめると、そっと滑り出した。僕も慌てて後に続く。いやー、ひるみは戻ってくる。なんだろう、全部演技だったんか。ひるみは当然のように僕の部屋に向かって歩く。僕の部屋今ひどいことになってますけど。中へ入るとクローゼットの中の三木元の様子を確かめた。まだ意識を失っているらしく、最後に見た時のままの姿勢で目を閉じている。サルグツワやベルトが緩んでいないか、ひるみは手早く調べカーテンを閉めた。ちょっとお手洗い貸してね。ひるみは突然そう言ってバスルームの扉を開けようとする。でもそこいるよ。いるよ。だってそこには
死体がと言おうとした時だった。だっているよ。あ、うわ出た、かなこ演技。なんで脈取らなかったんだよ。マジこれかなこだよね、生きてたってことだよね。女が中から飛び出しひるみに襲いかかった。死体が蘇った。ひるみが叫ぶ。何突っ立ってんのよ、なんとかして。よく 見直すとひるみとやり合っているのはメガネを外した川村明だ。なんでこの部屋にいんの、なんで入ってこれたの。これ僕の部屋だけども、なんで僕の部屋にみんな集まってくるのねえ。違うとこでやって、ほんと違う部屋でやってよ。僕の部屋じゃなくて T じゃない。もうひるみの目を狙ってアイスピックを振り上げている。殺された仲間を発見して逆張しているのだ。うわー何、川村亜希を後ろから羽交い締めにしようと飛びかかった。アイスピックめがけて蹴りつけた。誤解を解けばなんとかなると思い話し合おうとした。この亜希はでも仲間かどうか分かんないんだよね。仲間なのか本当にただの友達ってことでカムフラージュ連れてこられた人間なのか、まだここでは分かってないんだよね。ちょっとじゃあ今回はこの辺にして、次回この選択肢からやっていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回お楽しみに。ゲームが上手になりたいな、もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でもいつもお母さんは似ていてばかりで俺を